びガールとして有名になりたいんです。あ、ミッションをね、つばきさんに与えますね。ミッション、今回は横浜クルージングクラブ主催の第10回横浜港ボートフィッシング大会シーバストーナメントにエントリーしてきました。ルールは1チームボート1台で、リミットは3匹、3匹のシーバスの長さの合計が一番長いチームの優勝です。その他にも大物賞1位から3位、ジュニア賞1位から3位、レディース賞1位から3位、下道賞1位から3位があります。私の乗ったボートはシーバスターズさんで、キャプテンの加藤さんが一生懸命ガイドしてくれます。よっしゃ、優勝とミッション達成目指して大物の移送のポイントへレッツゴー。投げるルアーは鉄板バイブのコースタンギーコカラーでいきたいと思います。ついたポイントは木更津、前日のプラで60アップが爆調したポイントみたいです。大ですね。ここら辺ではこの辺り1回のみ、深場に潜っちゃったのかなってことで、ちょっと深場へ場所移動。食いました。目の前だった。はい。追いかけてきて。記念写真。はい。チーズ。カシャ。ありがとうございます。52。また長52センチでした。ありがとうございます。とここでタイムアップ。ミッション。達成ならずですが、大会の方では優勝の方からお呼びしたいと思います。レディース賞優勝、魚住椿さん。よし、はい、よし、おめでとうございます。52センチでーす。レディース賞優勝はですね、ちょっといっぱいあります。ナイフナゲットお酒、おっ
レディース賞優勝いただきました。やったね。そして総合チーム優勝はアイランドクルーズの家田キャプテンのボートチームでした。さすがです。はい、今日はじゃあどんな感じだったかチームキャプテンのテバさん。はい、皆さんお疲れ様です。ですね、今日はですね、いつもですね、ここ何年かギャンブルに行ってて、もう思いっきり外してばっかりで、いつもお手状態だったんで、帰りが。それなんで、今日はまあ近場の壁とか、テトラとかをやって、キーパーを取って、グッズまで走りました。で、グッズで、オープンウォーターで、お得に魚がついてるものを、鉄板バイブで食わせるという、ちょっと変化をつけて食わせる、それが来れば大体結構70近いような完全後の魚で、ちょうどいい試合の時にいいエリアにいたっていう感じでしたね、今日は。みんなシネの戦略通りだった。このお話を参考にしつつ、これからのミッションに生かしていきたいと思います。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。